歌田光歌田光の作品誰にも言わない、誰にも言わないは、歌田光の配信限定シングル。前作、タイムリリースから3週間が経った2020年5月29日に配信された。楽曲は、歌田本人が出演する、サントリー天然水 TV、CM シリーズ5作目、光も風もいただきます。に使用されている。タイム同様。 小袋茂明が共同プロデュースで参加している。2020年4月17日午前4時、宇多田自身が出演するサントリー天然水新 CM に新曲誰にも言わないが起用されることが発表された。同日より本楽曲が用いられた CM の30秒と60秒の2編がウェブ限定で公開され、同時に新曲を5月29日にリリースすることも公表された。 本楽曲は、うただの2020年、第2弾シングルで、配信限定シングルとしては12作目となる。また、ストリーミングでの同時解禁のシングルとしては、Face My Fears と、タイムに続き3作目となっている。楽曲は、ロンドンのアビーロードスタジオで録音された。エンジニアは、復帰以降のうただの全楽曲に関わってきた、スティーブ・フィッツ・モーリスが務めている。また、今回は、 ボーカルの録音を歌田自身が言った。ギターはファントームから歌田の楽曲に参加するようになったベン・パーカー、ボンゴ、セイカー、カホン、カシシ、シーズ、ラトル、会社サンダードラム、コンガ等といった楽器を演奏した。本楽曲は厚く繊細なサウンドのレイヤーと16ビートに対して3連を基調として浮遊感を強調した歌ありを特徴とする。 R&B ナンバーである。太めのサックスの音色や多種多様なパーカッションが刻むリズム、エレクトロニカやヒップホップ、ジャズにも通じるコンテンポラリーな音楽性も特徴的である。その他にもダンスミュージックやアンビエントミュージックの要素もあるとされている。歌詞では主人公の欲望が直接的に表現されている。そしてその自分の欲望と 切なな快感に対する純粋な工程がまっすぐに描かれており、また感性を磨くことの重要性も強調されている。本楽曲は歌田が出演するサントリー天然水 TVCM シリーズ第5作目光も風もいただきます。変に起用された。CM の30秒バージョンと60秒バージョンでは楽曲の別々の箇所が使用されている。CM は 前回までは山、川、雪というシチュエーションでの撮影だったが、今回は生きた水を表現するため、滝が舞台とされた。歌田が焚き火でダムを取りながら、詩を朗読するシーンでは、企画当初は制作チームが用意した詩集の一節を朗読する予定だったが、本楽曲、誰にも言わないの世界観と重なる詩を読んだ方がいいのでは、という歌田からの提案で、 イギリスのロマン派詩人、ワーズ・アースの詩の一節が選ばれた。この演出に関して、歌田は詩も朗読すると歌になるので自分の歌が流れている状況だとぶつかってしまうかなと思ったんですけど、それが私の歌の歌詞ともすごく意味がぴったりだったので、そこもすごく楽しかったですと語っている。なお、朗読部分は以下月光をして、 何時の商用を照らしめ、三夜の風をして欲しいままに何時をかしめよ。また前作、タイム同様に、本楽曲の配信開始に先駆けて、オリジナル T シャツが抽選でもらえるキャンペーンが開催された。その他、同曲リリースを記念して、オリジナル歌詞サイトもオープン。誰にも言わないの歌詞前編に加え、歌田本人による英語訳詞も公開された。同サイトでは、 歌詞のパートごとに感想を SNS 上に投稿することができ、投稿された他の人からの感想も閲覧することができる。また、2020年5月の日曜日夜に5週連続で配信されたインスタライブ番組、自宅隔離中の光るパイセンに聞けの最終回で、歌田本楽曲のキーボード弾き語りを披露した。誰にも言わないわ。 初動3日間で1.4万 DL を売り上げ、ビルボードジャパンダウンロードソングズの3位に初登場、総合チャートでは29位を記録した。オリコンが公表する、オリコン週間デジタルシングルランキングでも初登場3位を記録。特設サイトの掲載より、部分はセンチメートルでの朗読で省かれた箇所。ありがとうございます。